こんにちは、お昼の速稼塾暗号通貨ニュースです。今日はエイダのレポートをさせていただきます。8月15日はチャールズ・ホスキンソンさん、カルダノからなんか大きな発表があるよというふうに言われてたんですけども、実はちょっと前にねもう発表があったんですよね。で、内容はちょっと英語で書かれてるのと、私の翻訳がねまだねいまいちなんで何とも言えないんですけども、まあ、いろんなことを参考にしてちょっとだけね、かいつまんでお伝えしようかと思います。まずはですね、カルダノのエイダ、こういったエイダを使うためにはダイダロスっていう機能が必要だったんですけども、パソコンのスペックとかその他の理由でダイダロスが使えない方に一つ朗報になってます。それはですね、イカロスっていう新しいね、アプリが出てきて、この Google Chrome に拡張機能として搭載されるウォレットなんですよね。ですからものすごく簡単に ADA が使えるようになるのがこのイカロスという、まあなんて言いますかね、ウォレットだそうです。ウォレットっていいのか、言っていいのかどうかってことですけども。で、特徴は4つあります。Google Chrome からワンクリックでインストールが可能っていうことは、まあ他のアプリと一緒ですよね。すごく簡単にダウンロードできるということです。そして、イカロスは2、3分でウォレットの復元が可能になるということで、現在のダイダロスよりもものすごくスムーズにダウンロードができるよということですね。すごく使いやすくなるみたいです。で、3つ目なんですけども、ブロックチェーン全体のダウンロードが不要になったということで、余計な手間は全くかけなくていいということなんですよね。これも非常にありがたいことだと思います。詳細はまたね、追ってお伝えします。で、あとはセキュリティの面ですけども、セキュリティの監査はもう物の見事に万全に仕上がっているよという報告でございます。この4つの特徴を持ったイカラスという新しい ADA を取り扱うウォレットが Google Chrome に搭載されるんではないかということなんですよね。すごいなと思うのは、これはチャールズ・ホスキンソンさんの、まあ、言われたことであって、実はですね、チャールズ・ホスキンソンさんって先月 Google となんかねお話がありましたよってことだったですね。まあ、提携ではないってことだったんですけども、もしかしたらこの Google Chrome にですね、拡張機能に ADA のこのイカロスというウォレットをなんとかやってくれませんかってことだったのかもしれません。そしてですね、チャールズ・ホスキンソンさんのこれからの展望なんですけども、ADA を使ったモバイルブラウザですよね。ADA を使って、モバイルとかね、パソコンのブラウザとかで ADA が使えるように、どんどんしていこうということで、その一つの構想が ADA Pay ですよね。Apple Pay っていうのが現在あります。そしてビットペイっていうのがありますけども、ここにですね、ADA Pay として、暗号通貨を誰もが気軽にスマートフォンで使うことができる。そして、なんていうんですか、ICO ができるとかね。いろんな機能をその中に詰め込んでいきたいということだったんですけども、まだ詳細が、噛み砕けてないんで、今日のお報告はこの辺にさせていただきます。ね、まだまだ、チャールズ・ホスキンソンが言われたことはあるんですけども、今のところこのぐらいしか咀嚼できてませんので、あとはまた、明日以降のですね、ADA ニュースをお楽しみにということでございます。それでは失礼します。